は一つの言語、同じ言葉であった。人間が神様になろうとする、これは神様やっていいことなんじゃないかなっていう。気をつけ礼お願いします。お願いします。さあ始まりました。今回はゆるくたどる聖書ストーリー第5回目です。今回初めてクラスを担当する、おこのぎまさるです。横浜にある長津田南キリスト教会で牧師をしています。せっかくなので2人にも自己紹介お願いしてもいいですか。はい、ことです。高校3年生です。よろしくお願いします。お願いします。はい、せいかです。大学3年生です。よろしくお願いします。お願いします。前回は有名なノアの箱舟のお話でした。今回もまたみんなに聞きなじみのある有名なお話です。それでは今回のお話、早速始めましょう。バベルの塔、人は神になろうとする。突然ですが2人は日本語の他にも何か話せる言語があったりしますか？私は英語を習ってました。私は英語は苦手なんですけど話せるようになりたいです。日本語が話せます。外国を学ぶのは決して簡単ではないですよね。自分も留学していたことがあるので、その難しさ本当にわかります。どうして世界にはいくつもの言語があるんだ、一つだけだったらこんなに苦労せずに済むのに、誰しもが思ったことあるんじゃないかと思います。どうして人類は地域によって全く別々の言葉を使うのでしょうか。そのことについて説明しているのが、今回聖書を語る上では欠かせない人気エピソードのバベルの塔です。実際一緒に聖書を見ていきたいと思います。そしたら聖華ちゃん、創世記の11章1節を読んでくれますか。はい、全地は一つの言語、同じ言葉であった。はい、ありがとうございます。聖書には大昔の人類はみんな共通の言語を話していたと書いてあります。さて前回のお話にあったノアの箱舟の後も人間たちは結局また神様を無視して悪いことばかりするようになっていました。そして今度はみんなで高い塔を建てて、その塔を天にまで届かせようと、そして町を築いて地の表に散らされることがないようにしようと言い出したんですね。そしてですね、レンガとアスファルトを使って、せっせせっせとこう高い塔を作り上げていきました。2人は今まで行ったことのある高い場所、どんなところがあったりします？はい、私は高いところは苦手なんですけど、今まで富士山に登ったのが一番高いところかなと思います。私は多分東京タワーが人生の中で一番高い場所かなって思います。現代にも、そういった高い塔とか場所っていろいろありますよね。バベルの塔よりもきっと高いであろうビルが、日本にもたくさん建っているのに、どうして神様はそれらの建物については怒らないだろうと思ってしまうかもしれません。しかし必ずしも昔は今よりも技術が劣っていたというわけでもないんですね。バベルの塔がどれぐらいの高さだったかについては諸説あるんですけれども、最も極端な説で言うと1万3000メートルぐらいあったんじゃないかと言われています。東京スカイツリーが634メートルですから、それと比べるとどれだけ途方もないものだったかがわかるかなと思います。エベレストより高いわけですから、最上階の方にはもはや酸素が薄くて呼吸も難しかったんじゃないかと思ってしまいますけれども、1万3000メートルというのは極端な例ですけれども、現代の私たちが、昔だからきっとそんなに高くなかったんだろうなと、思ってるよりかはもしかしたらはるかに高いものだったかもしれないということですね。とにかくそのようなバベルの塔が立て上がっていくのを見て神様は怒りました。こいつら好き勝手に話をさせておくとろくなことをしないなと、よしそれなら言葉をバラバラにして話すのを難しくしてやろうと神様は思ったわけですね。それでみんなバラバラの言葉を話すようになって意思の疎通が難しくなっていきました。当然このバベルの塔の建設計画も中止になったわけですね。
それでこの町はバベルと呼ばれるようになりました。それはこのバベルが混乱という意味を表しているからです。神様がその時全地の言語を混乱させたということです。創世記の11章9節に主はそこから彼らを全地の表に散らされたと書いてある通り、今世界中にはいろんな言語を話す人がそれぞれの地域に住んでいるということです。まあ、それはこのバベルの塔に由来しているということがわかります。まあ、ここまで話を聞いて、なんで神様は高い塔を建てただけなのにそんなに怒ったんだろうと、みんなも思うかもしれません。しかし神様が怒ったその重要な理由は、その高さによるものではなくて、そのなんでバベルの塔を建てたかという動機にあるわけですね。このバベルの塔を建てた人たちは、自分たちは神様に匹敵するのだと、まあ、その自己主張のためにこの塔を建て上げていったんです。その傲慢さ、そこに神様は怒られたというわけです。ですから今日のこの物語が私たちに教えてくれる教訓は、なるべくあんまり高い建物は建てないようにしようではなくて、神様になろうとか神様を超えようとか、そのような思いを持ってはいけないということです。そのような思いがとんでもない結果を招く。まあ、今日のお話もそうですし、聖書を読んでいくとそのようなことがあちこちに書いてあります。では今日のお話はここまでにしましょう。次回はユダヤ教とキリスト教とイスラム教、この三宗教の元祖ともいえるアブラハムさんのお話です。ここからいよいよ聖書ストーリーが本格的に始まると言っても過言ではありません。次回も一緒に楽しく学んでいきましょう。ここまでのお話を聞いて何か質問ありますか？はい、今日のお話の中で、人間が地の表に散らされないようにって町と塔を築いたっていう話が出てきたと思うんですけど、第1回で神様は埋めよ増えよ地に満ちよと命じられたと聞きました。なんでバベルの人たちは神様の命令と反対のことを求めたんですか？まさにコトちゃんが言うように、バベルの人たちがその町をそこに築いて定住してしまうというのは、実は神様の思いに反したことでした。そして実は前の章の4章を見てみても、そこで弟アベルを殺したカインが、その後に町を建てたということが記されているんですね。まあ、もちろん町を作ること自体がいつでも罪になるということではないですけれど、ここで彼らが町を建てたその背景には、きっと神様によって守られるのではなくて、自分たちの力で安心して暮らせる場所を自分たちの好きなように作り出す、そのようなバベルの人たちの思いが現れているのかなと思います。大きな町を築けば神なしでも生きていける、まあ、そんな人々の思いを見抜いて神様はこの計画を中止させたんですね。さて、自分自身のために塔と町を築こうとしたバベルの人たちのプロジェクトは、結局失敗に終わってしまいましたけれども、実はみんなの身近にも思い通りにいかなかったなということがいくつかあるのかなと思います。2人は今まで自分がせっかく計画したことが実現しなかったこと、まあ、失敗に終わっちゃったこととかってあったりしますか？日常生活いろいろなんか、あれやりたいこれやりたいとか、結構いろんな思いが自分の頭の中でぐるぐるしちゃうことがよくあって、いざやろうって思って計画して、これは神様やっていいことなんじゃないかなっていう自分の思い込みで進んでっても、全然失敗に終わることとか、むしろ計画してなかったことが何か起こってたり、自分が祈ってる時にはなんか実現しなかったことも、時間が経ってから実現してたなんてこともあります。自分も日々のちょっとした些細なことから、まあ、本当に進路に関わるような大きなことまで、神様なんでって思わされることが、たくさんありました。でも神様はそういった失敗や試練を通して、自分たちを自分の計画ではなくて神様の計画に大きく方向修正してくれていることがあるんだよなって思わされます。まあ、神様が今日の箇所で指摘されたのは、バベルの人たちの傲慢さ、自分たちが神様になろうとする態度でした。まあ、私たちは神になろうとすると聞くと、いやいや自分は別に神になんてなろうとはしていませんよと思うかもしれません。
しかし私の人生なんだから私が好きなように生きるんだと、神様がせっかく自分たちに用意してくださっている計画を無視して生きる、そのような生き方であったり、聖書が何をいい悪いとしているかではなくて、いつも自分基準で物事を評価している、まあ、そのような態度というのは、これは自分がどこかで神様になろうとしているということの表れなわけですね。そして神になろうとする思い、それは究極的には神様が褒めたたえられるということよりも、いつも自分がどう評価されるか、そのことに気を留めてしまう、そのような生き方にも出ていきます。もっと頑張って可愛くなりたいとか、もっと頑張ってかっこよくなりたい、大学は絶対あそこに行きたいんだ、就職先は絶対あそこにしたい、もっと成功したい、もっと褒められたい、あの子よりはあいつよりはと、周りと比較しながら必死に自分のバベルの塔を今日も築き上げてしまっている。今年はこの塔をもっと高くするぞと気づいたら、自分はずっとその塔に登り続けていたということも私たちあるかもしれないわけですね。まあ、周りを見れば、インターネットを開けば、まあ、本当にいろんな人が一生懸命自分の塔を建てようとしています。まあ、私たちそれを見ると、あ、自分も遅れてはいけないと焦るわけですけれども、しかし実は今日のこの旧約聖書のお話の後に、そのずっと後に来られたイエス様というお方は違かったわけですね。イエス様はむしろ一番高いところにいたのに、そこから一番低いところまで降りてこられました。私たちが必死に上へ上へと登ろうとしている時に、あえてこの地上に降りてきてくださったお方がいる。そして私たちのその汚れた足元にまでその目線を下ろしてくださった。そしてその汚れた足を私に洗わせてくれと言って洗ってくださったお方なんです。私たちもぜひ今までずっと頑張って築き上げてきたその自分のバベルの塔から、むしろ降りていこうという勇気を今日持ちたいと思います。周りで一生懸命登っていく人たちではなくて、むしろ自分たちのために降りてくださった方、そのイエス様に目を向けて、互いに比較し合うのではなくて、むしろ互いの足を洗い合う、互いに使い合う歩みを始めていきたいと願います。今日覚えておいてほしいポイントはここ。罪の最たるものは人間が神になろうとすること。今日の聖書の話を聞いてどうでしたか？はい、自分良くなりたいとか、そういう思いが前に出て、どん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 自分の中のバベルの塔が高くなってたなって思わされて、でもそれを降りてイエス様の愛に本当にへり下って従っていきたいなと思わされました。うん、私も神様になりたいって思ったことはないんですけど、自分神様なしでも生きていけるんじゃねとか、祈らなくてもいいんじゃないとか、自分中心で生きていく選択をするっていうのは、なんか自分を神様の位置に立たせてたっていう意味なのかなって、今日のメッセージを聞いて思いました。うん、そうですね、神様になりたいって聞かれると、いやいやと思うけれども、でも本当に自分の普段の生活態度を見直してみると、実は自分がその主導権を必死で握ろうとしているっていうことが自分たちあるのかなって思います。塔を登っていくっていう思いではなくて、むしろ降りてイエス様のようになりたいっていう思いで歩んでいきたいなと思います。それでは今日のクラスはここまでにしたいと思います。気をつけ、礼、ありがとうございました。